笹塚駅は東京都渋谷区笹塚一丁目にある京王電鉄の駅である京王東管区所属駅番号はこれ4渋谷区に所在する駅では最西端に位置している当駅に乗り入れている路線は線路名称上は京王線のみであるが当駅新宿駅間の複々線の運転系統は次の2系統に分かれており旅客案内ではそれぞれ別路線として扱われている 当地は、内藤新宿からの距離により、一律家が、甲州街道の両脇にあって、その塚が笹屋部で覆われていたことから、旗ヶ谷村笹塚と命名される。なお、駅名表記は、地名表記に基づき、笹塚駅であり、京王電鉄側は例外を除いて、これに統一しているが、同社の公式サイトや地域社会の間では、笹塚駅と表記される。島式ホーム2面4線。 副本線側につながる引き上線2線を有する高開機である。ホームと改札口階との間にはエレベーターが設置されている。トイレは1階改札構内にあり、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレも併設されている。2020年度の1日平均乗降人員は6167人である。駅周辺の再開発事業が完了した2013年度からは、 増加傾向にあったが、2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で大幅に、減少した。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下記の通り、駅北側の国道を20号沿いに、笹塚駅停留所がある。ありがとうございます。